おはようございます。おはようございます。ジャスト株式会社代表関間関です。今日は人間関係についてお話してますけど、はい、最初はこの人間関係うまくいかないときにはどういう状態になるのか、はい、こう 10のパターン、はい、脅迫者、被害者、批判者、傍観者、このどれかにお互いがなっている、はい、でなぜかというと、この、この何かこう器というものが心の中にあるとしたら、はい、この中のエネルギーみたいなのが不足して、その奪い合いが起こっている、はい、ということなんですけれども、はい、これどうにか解決したい、はい、どうしたらいいの、一番手っ取り早い方法、はい、1秒で解決できる、はい、なんでしょうか。はい、まあ、うん、相手、まあ、身近な人に感謝の気持ちを持ったりとか、まあ、具体的に言えばありがとうを言う。ああ、そうだね。なぜかっていうと、はい、要はこの器っていうのは、はい、あの硬いものではないと考えた方がいい、ね、はい、要はこれ伸縮自在、あ、はい、うん、要は器小さくするとこれだけのエネルギーでもいっぱいに満たされる、はい、そのありがとうっていうのはどういう状態、心の状態ですか。いや、これ例えばありがとうっていうのは何も不足していませんよ、もうあなたからは何も受け取らなくても大丈夫ですっていうことでしょ。はい、はい、そうです、うん、だからあのこれが基準だよね。あのこのコップのこの心の中に元気の水みたいなのを入れるコップがあるとしたら、はいはい、満たされてる状態、これがあのありがとうを基準にした方がいい、はい、それがない時って、はい、やっぱこれが起こるんだよ、あ、はい、どんな時でも、はい、なので、まあ、大概の人って多くの人はありがとうのレベルすら言ってない、はい、いつでもこれが起こって、はい、トラブルの連続が起こって、はい、私の人生ついてない、はい、当たり前だよ、うん、はい、ありがとうって思うこととか言うことって、はい、自分でコントロールできるから、はい、できる限りここにいたい。でもね、これは難しい、はい、お腹もすくしさ、はい、嫌なやつもいるよ、はい、俺は、はい、なのでこうできるだけ、まあ、こういうふうに上げてくことだよね、はい、うん、でありがとうって言ってればいいんですか、はい、いいんです、いいです、本当真面目な話、はい、これただですから、はい、運が悪い人とか、はい、人間関係悩んでる人ってこれだけの話なんですよ、はい、たった、うん、いうことですね、はい、以上ありがとうございました、はい、ありがとうございました。